こんばんは。わあ、なにこれ。タタさん、あ、なんか投げてくれたのか。あ、こんばんは。ちょっと遅くなっちゃいましたが、すいません。遅くなった。こんばんは。ありがとうございます。ゲロイチが良かった。ありがとう、間に合って良かった。あー、すごい、またフレーム的なやつ。つあみかんいかいでしょ。今日も、今日は自分でやった。昨日はメイクさんにやってもらったけど、ハマってます。なぜかっていうと簡単にできちゃうからです。今日も可愛いです、ありがとう。あれ、まち、あー、すごい、これ何、これ、すごい、何の、何って書いてあるんですか、これ。魚編、何これ。バラさんもなってくる。髪染めないんですか。染めません。食べません。え、読めないです。アジ、うわー、アジ好きなんだけど、アジ好きなんだけど読めないわ。この髪の前になれない。本当に、私全然全然、もうなんか自分の中で落ち着いちゃってるな、この犬。え、どのサイズが使い勝手。あ、全部送ってくれたの。ありがとう。やっぱね、夏は中とか小結構使えますよ。サバだね。え、サバ、あ、サバじゃないか。そうなの。ズッキーさん、あ、ありがとう。なんかなんだこれ、フレームか、フレームのやつなの、すごい。サバ、アジとかサバとかちょっと難しいですよ。あ、サバとかアジ、なんで、なんなの、なんのキャンペーンなんだろう。ねえ、でも確かにアリ黒だよね今。てかさ、クルタンとかよりも今暗いんだけど、多分私黒髪ですわ。てかブルー感なくなってる、もしかしたら。うん、ないね、黒だ黒だ黒今はね。でも結構暗い色がいいな、やっぱ。今私やっぱそうですね、暗い色が良くなっちゃってるかも。こわこわ、ありがとう、ありがとう。ごまさばいいね。あ、でもごまさば大好き。しめさば、あー、しめさばね、美味しい。さば、さばの燻製みたいなやつ、すごい、うん。黒髪も似合う、ありがとう、優しい。色似合ってます、ありがとう。暗いのがいいですわ、優しく。ないね。まあ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 、まあ、優しい、優しいっていうか、まあ理想ですね、理想ね。可愛いから OK。 ギャルのような。何でも似合うよ、ありがとう。まあね、ありがとうございます。まあ私も暗い色が
乾いとは思うよ。乾いてか漏れる。そう。まあでも金髪もすごい私的にはいい経験でした。うん。いい経験、めちゃくちゃいい経験させてもらった。させてもらったっていうか自分で行動したんでし、いい経験できたから。うん。よかったと思います。あ、舞台のお稽古も今日頑張ってきました。でその後今日はあの映画の方の打ち上げじゃないけどお疲れ様っていうことで、あのレイヤちゃんとかいぶきとかとご飯行って、社長とかスタッフさんと一緒にご飯をねご馳走してもらいましたけど、そう美味しいお肉を食べました。そうで7月15日に映画の方も公開日、あの今日しれっと解禁されちゃってたんですけど、7月15日にそうもう解禁されてました。公開される日が、うん、決定されていますので、そちらもよろしくお願いいたします。ね、お願いね。そうでも社長のおごり社長のおごり社長のおごりで美味しいお肉食べてきた。なんかもう舞台今やってるけど、その金さん金沢さんが脚本ね、演出脚本の金沢さんにもう演技とはっていうことをさ一からこう教えてもらえてるんですよ。基礎的なこととかもなんかいろいろ教えてもらってるから、先にこっちの舞台を経験してから映画撮りたかったです。そうそういう知識ゼロで映画撮っちゃってるから、マジでどんな仕上がりになってるか本当に不安なんですけど、まあまあ本当に未熟な私たちの私たちというか未熟な演技をね、なんて言うんだろう、ちょっと心配というか不安ではありますよ。そうそうそう、舞台の方でもすごい今教えてもらって叩き込まれてるというか情報も、そうだったので、そう、そこをそっちを経験してから映画撮りたかった。もう本当に演技とは、演技はこういうものだっていうこう教えてもらって、なるほどって学ぶことが毎回たくさんあって、なんかずっと稽古していたいぐらい楽しいというか、難しいし楽しいし難しいしって感じなんだけど、やっぱなんか嬉しいね、そうやってそうやって教えてもらえるのは嬉しいし、なんか演じるお芝居楽しいなってか、いいなってこう思ってるかも、今思えてきてるね、すごいいいなってか、難しいけど本当に難しいけど、なんかねいろんな役をこれから失敗できたらいいなって思えてきてるかも、すっごい。うん。そうそうそう。普通演じるのが一番そうです、難しい。普通が難しい。普通っていうか、あの自然体っていうのが難しい。簡単そうで。そう。なんかめっちゃ貴重な時間を過ごしてるなって今思うよ。稽古とかも。いやでも楽しいな、できないことが多いのがねいいかもしれない、いいかもっていうかすごく経験値がこれからどんどん増えていけるっていう伸びしろがまだまだあるのかなって思って、そういっぱいなんか今後もそう
金沢さんのもとお芝居できたらいいなってすごい思ってるね。面白いんだよね金沢さんの演出、一個一個の付け足してくれる演出とかが面白くて、すごい初めてなんですけど今回金沢さん演出がねめっちゃおもろい、うん、だから今回舞台見に来て損はないと思います。めっちゃ面白い。あ、そうなの、舞台見に行くの初めて。あ、ありがとうね、こんばんは。うん、そうだね。でもいや頑張りたいな。そう、なんかいろんな役やってみたい。なんかアイドルって、アイドルの自分って何にでもなれないじゃない。アイドルとしての市村愛理、愛知しかできないけど、女優ってこの役の市村愛理、この役の市村愛理って毎回違うじゃない。だからいろんな役を経験できていろんな自分を見せれるじゃない。まあでもそのアイドルもね、いろんな曲の市村愛理っていうのはあるけどでもキャラクターとかそういうのってこうなんて言うんだろうな、そんな大幅に変わることっていうのはないから、だからこそね、女優とかってやっぱいろんな役の自分を出せるっていうのは、うん、すごく嬉しいことだし、あ、めちゃくちゃ素敵なことやなってすごい思ってる。そう、でも金沢さんが言うには、なんか自分とは真逆の役なのでとか言う人がいるけど、そういうのは嘘だって言ってますよ。なんか何でも自分に近いものを引き出しから出して演じてるから、自分の延長線上でやんなきゃ意味がないっていうか、自分の延長線上でみんな大体演技してるんだ、だから自分じゃないってことは絶対ないみたい、役で演じるっていうことで。そうそうそう、自分とは真逆の役で、な、自分とは真逆でとか言ったとしてもやっぱ延長線上だからっていう、うん、絶対に自分のどっかから出してきて、記憶とかでもね引き出して、そこに近しいもので演じてるわけだからと言ってます。それが、うん、いいみたいですよ。やっぱなんか自分の引き出しから出していくっていうね、そう、そうそう、自分の経験からの引き出しが出せた方がやっぱ自然に演技がしやすくなるとかね。いっぱい奥が深い、演技って奥が深い、私もまだまだ分からないことばかりなんですけど、楽しいです。楽しいけど難しいね、難しいね。そうそうそう、なんかね難しいんですけど、いろいろまあなんか、うん、経験を積んでいくしかないかもね、これからもっと。うん、まあでも初めてだからさ、こういう長編舞台というかオムニバスしかやったことなかったから、うん、ちょっとなんかこっからがスタートかなって思ってます。まだまだこっから経験積んでいきますよ。そうそう、だ HKT にいるからこそできてることでもあるし、そう、 HKT にいるからこそいいギャップが出るっていう時もあるじゃない。だからね、まだまだ HKT で私はこういうお仕事もいろんなお仕事していきたい、ね、あ、よかった、毎日配信イエーイ、ありがとう、頑張ってね、ありがとう。みんな平日とか来れたらちょっと
無理してでも来てください無理せず来てねってじゃなくて無理してでも来てください。いやまあまあまあそんな厳しいことは言いませんが、ちょっと来てほしいな、席余ってるからお願い、行ってくれる、来てくれるでしょ、まあ大体ファンの人ちょっと誘って、友達とかでもなるべく平日とか星、私は星がついてるところ、うん、来てほしい、お願いします、行きまくってください、お願いします、うん、少しじゃなくていっぱい来てください、チキも当たるかも、そう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 なんよ、私のファンの人当たってほしいよ、お願い、なかなかの直球ね、無理せずで大丈夫ですと言いたいところですが、まあまあできる限り来てくれ来てほしいな、平日とか特にね、お願いします、来れる方は、平日来れる方はね、お仕事だと思うけど、みんなデジタル花束送ります、ありがとう、デジタル花束待ってます、花束とか送られてきたらちょっと嬉しくなっちゃいますよ、おもろ俳優さん、いや結構みんな面白い、みんなおもろいかもみんな面白いよ、うん、何回も見て、確かにそうそうそう、細かいところとかね、ちょっとな一回じゃ見分かんないとこあるもん、初日も行きますよ、ありがとう、うん、ブロマイドがあったケール、そうお願いします、愛知出るときちょっと見に来てほしい、そう内容ねマジ面白いから、来てくださいよ、ありがとうね、ああ舞台ねいいよね、そう追加で明日千秋楽と、10時から10時から追加であれするからお願いします、あそういろんな角度から見るのもね、確かにそうね、いろんな楽しみ方あるかもしれない、ララちゃんっていう子は超なんかおひとやかな子か、なんかそんなキャピキャピしないな、すっごいはしゃぐ子でもないな、わかんない今のところはそんな、でもなんかなんて言うんだろう、テリアさんな、テリアさんっていうか、でもうん笑顔可愛くて純粋な子ですね、うん、そう落ち着いてるよ、でも全然めっちゃ落ち着いてます、ぜひ来てください、来れる方、明日さオフかなって思ってたらさ、あのラジオでした、ラジオ入ってた、スケジュールにさ入ってなかったのね、だからさびっくりしちゃったよ、スケジュールに入ってなかったからびっくりしちゃった、そう怖いよね、前日にさ知るっていうの怖くない、明日はねまーさんや、そうまーさんまーさん久々のまーさんよ、そう相乗り込みじゃない福岡旅行、ちょっと教えて、また毎回出てるよね、やばいよね、13位ドームさん、12位ナオさん、11位タニカヤタクさん、10位ヤクさん、9位 MJ さん、8位 BB さん、7位バラさん、6位タータンさん、5位フォコピグさん、4位コバコバ、3位ズッキーさん、2位ヒロトさん、1位アリバラちゃん、ありがとうみんな、おやすみなさい、ありがとう、またね、ありがとう、おやすみ、バイバーイ。